さあ、朝一投目、もうすぐね、発売のステルス7にコンヘントブレード、ジャイロスター3インチ、この鉄板の組み合わせで今日一日頑張ってきます。いきます、決めてくれー。ね、魚タン見てもらうと、これワクサギてんこ盛りなんで、まあ、そんな中ステルス7で探っていきたいと思います。よし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 、おお、よう引くよ、よく引くよ、ステルス7。はい、おいでおいで、ゆっくり上げますか。はい、おいで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 、はい、セルス7、はい、大きいよこれ、よいしょ、ごっついよ。朝一来ましたよ、セルス7ね、59センチ、ちょっと60なかったですけどね、やっぱね、こういういい魚、セルス7にね、コーンヘッドブレード、ジャイロスターの組み合わせで、アラママフィーバー今年来てますよ。ベイトが多いんで発売楽しみにしてくださいよ。これステルス7、おーしお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 し、来てよ、元気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 、アフターの魚みたいに飛ぶよ、ほい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 、ほい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 、さあおいで、元気元気、ずれすぎるステルス7にコーンヘッドブレード、ジャイロスター3インチで、ね、こんなにプリプリなお魚でーす。今ね、このステルス7にコーンヘッドブレードジュニア、ジャイロスター3インチでね、まあこの今秋に入りつつあるびわ湖でアラママ祭り開幕しました。まあ、今日もね、まあ、ポロポロと釣れ始めて、まあ、反応があるんで、これからもまだ釣れると思うんで、ちょっと頑張って一日投げ倒したいと思います。来た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 、ほい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 、すごい元気元気、セルス釣れるぜ、元気だぜ、はい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 、はい、上がってきて、うん、元気元気、プリプリです、プリプリフィッシュです、釣れすぎですよ、ステルス7、釣れる魚のね、こう餌食ってるような、こう綺麗なプリプリの魚が多いんで、アラママ開幕です。この
いよいよ発売のねこのステルス7なんですけど、まあ特徴としてこのブラックニッケル、まあ、黒のアラバマリグなんですけど、まあ7本軸で6枚のブレードがついた守備力たっぷりなアラママリグです。この上のアーム、こいつがね絡み防止の役割になるんで、まあ、今日一日使ってもね1回もこう空中でこういうようにラインがここでフックで拾ったりとかね、まあ、そういうことも1回もなくで、このねスナップもちょっとね強度がある強いスナップにして強いアラバマリグになってます。今見えたな、完全下からひったくりに来たね。食い上げバイトでした、ステルス7で。よう釣れてます。今日はおーし、よし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 、マッチザベイトだよね、ジャイロスターは。ステルスセブンにプリプリフィッシュ、この腹やばいですよ。ベイトたらふく食べてる。バスにはステルスセブンですよ。まあエリアとしてはベイトが多くバスも多いような場所、まあ、今日はね、ベイトも多くて、まあ、バスもね活性が高くてボイルとかしてたんですけど、まあ、周りのジグヘッド、まあ、センターもですけど 0.9g のコンヘッドブレードジュニアを使ってます。でジャイロスター3インチセットして、まあ、色はまあこれ今バラバラなんですけど、まあ、気分で統一にしてもいいし、ね、こうやってバラバラにしてもいいし、本当色はもう本当その時々の好みでも全然いいと思うんで、まあ色はそんなに気にせず使ってるかな。僕はそんな使い方ですね。で、まあまあ今日はバスの目線がちょっと上向きかなと思って、よくボイルもしてたんで、まあ、あんまりボトムにつけないような使い方しますね。まあ着水してすぐ巻き始めたりとか、まあいろいろ探り探りやってたんですけど、まあボイルがあったらもう上を早く巻く、もう本当表層ぐらいをさーっと巻いたりして使ってました。よし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 、来たよ、ステルス、ステルスセブンでプリプリフィッシュいっぱい釣れて楽しいですよ。ちょうどね今ねこのエリアで食ってるベイトはねジャイロスター3インチ、もうほんとマッチザベイトなんで、もうこれぐらいのサイズで食ってるんで、もうステルス7にぴったりのジャイロスター3インチでプラスコーンヘッドブレードですね。これで収穫力さらにアップで、こんないい魚釣れちゃいます。はい、来た。ね、また可愛いサイズ釣れちゃいました。元気です。来た、ちょいよー、パンパン。大から小まで今日はやべ、やりまくっとる前で来た追っかけ回してる個体ですね。これもステルス7に
コーンヘッドブレードジュニアにジャイロスター3インチの鉄板の組み合わせです。コーンヘッドブレードをつけることによってさらにキラキラ感を出して守備力より強めたアラバマリグ、今日は32分の1、全てねこの7個とも32分の1のコーンヘッドブレードジュニアを使ってたんですけど、推進やね巻きスピードによって皆さんで使い分けてもらって巻きやすいウェイトにしてもらったらいいかなと思います。ホッコとか言ってね深いとこをやるんだったら、ちょっとこのウェイトを変えて重くしたりとかね、何個でもちょっと深いエリアやりたいなって思う、ウィードがね高かったり低かったりでこのウェイトをね、ご自身でみんな変えてもらったらいいかなと思うんで、あと巻きやすいスピードでもうウェイト調整いろいろローテーションして自分の好きなウェイトでやってみて試してみてください。よし、あと2投でいこう。あと2投トリプリー、なんかバシャバシャし始めちゃったやん。ちょっとえ、生きに行けれんやんこれ、ね、え、おるっ、あラスト一投できたね。すごい。ほう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 、おでおで。いい、釣れた。釣れまくりです。何個でね、こんなにいい魚がいっぱい釣れるんでね。10月発売予定のステルスセブン、楽しいですよ。ここ数日のガイドで、リバイバルシャットのね4インチのスーパクとこのステルスセブンのねローテーションで使ってたんですけど、ここ数日このステルスセブンのね超過がどん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 上がり始めたんで、今年のね、秋今もねベイトも多いんで、今年の秋から冬間違いなくこのステルスセブンがね絶対活躍すると思うんで、皆さん楽しみにしててください。